皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もピコピコメーカー EX 遊んできます。さあ、ワイドでない縦型の方ですね。今回はトマトさんがですねステージ作ってくださいました。4段目ですかね、パート4ですかね。さあ、お、可愛らしいステージなんか上が怖いですけど、何ですかね。下も怖そうですね。さあ行ってみましょう。前回自動だったんですよね。動かさないでクリアするタイプだったんですけど、ん、これどういうこと。ああ、こういうことですか。なるほど。あの、羽取ってから右まで行ってくださいねってことですかね。ああ、じゃあ弾が当たっちゃうからたまらないと、そういうわけじゃない当たっちゃう。ん、ってことはこう抜けて、このあのとこに乗るんですか。もしかして乗れないような気がしますけどね。それか何か他に方法があるんですか。激ムズですねこれは。うん、当たっちゃう。多分予想ではここに乗ると思うんですけど、乗れますかね。乗れない気がしますね。わあ、ちょっとクリアの仕方わかんないですけど、それ以外にちょっと思いつかないですね。逆に戻るパターンもないですよね。まあ少しかないですからね。羽取らないで行くことも無理でしょ。わあ、すごい。前回のなんかすり足みたいな感じのすり足でクリアしたんですけどね、今回それではいけないですからね。すり足チックで結構シビアですよね。当たり判定絶対当たっちゃいますね。ここでもう当たっちゃうから、あー取れない。うん、他に方法ないですかね。まあ多分ないですね。もうなんだかんだで絶対ないですね。他にもう隙間がないですかね。まず空いている隙間がすごいですね。よくここまで埋められましたね。埋めなくてもなんか1個ぐらいでよかったな、左上と右上とか。あー、ダメ。これぜひ皆さんチャレンジしていただきたいですね。なんかいろんなとこに当たってやられますね。あー、ここのタイミングが当たり判定も結構シビアすぎてから、これ無理じゃないですかね。ちょ、私ギブしていいですかこれギブしますね。さあ、ではですね、こちら動画の説明文のところに、リンクを貼りしてますので、よかったら、チャレンジしてみてください。他にもステージですねお待ちしております。ぜひ、リンクかですね、番号で教えてください。なるべくリンクの方がいいですね。そしてなるべくワイド、ピコピコメーカー EX ワイドさんの方がいいですね。嬉しいですね。さあ、では、ご視聴ですね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さあ、クリアの仕方、多分わかりました。多分すぐジャンプしてからですね。こうですね。こうやっていけば。ほら、来ました。よかったです。最後までご覧いただいた方、よかったです。クリアいたしました。先ほどですね、終わりますって言ったんですけど、それを待った甲斐がありました。ではですね、すごい。こういうクリアの仕方もあるんですね。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。